浅見源志郎は日本テレビ放送網 RF ラジオ日本アナウンサー東京プロ野球記者 OB クラブ会員東京都出身都立西高等学校を経て早稲田大学法学部卒業1962年に大学を卒業し日本テレビへ入社日本テレビ時代には主としてプロ野球の読売ジャイアンツ戦を中心としたスポーツ放送を担当 プロ野球では、1977年9月3日の、巨人対ヤクルトスワローズ戦で、大沢春選手が放った通算756号本塁打の、実況を担当した。この他にも実況した名シーンは数多く、以下に挙げる試合にも立ち会っている。公式戦日本シリーズプロ野球以外にも、テニスのジミー・コナーズ対ビョルンボルグ戦、NCWA アメリカンフットボール公式戦、 ミラージュボールの実況も担当した。スポーツ以外では、浅間山荘事件の中継実況を担当した。後にチーフアナウンサー、アナウンス部次長、アナウンス部長、ネットワーク局管理部長を歴任。1993年に RF、ラジオ日本へ出向し、放送実施局付役員待遇、制作局長へ就任。局長職の傍ら、 早朝番組のキャスターを担当した。1996年より取締役スポーツ部長を務めた。2011年に東京プロ野球記者 OB クラブへ入会。ありがとうございます。